今年はなんと100名を超える部員で活動しています。北は北海道、南は大阪まで全国を駆け巡り踊り散らかしております。さて、なぜ理科大生がこのサークルに入るのでしょう？そう、その理由は美男美女の先輩たちが仕掛けるハニートラップに引っかかってしまうからなんです。理科大相談部の、他のサークルにも負けない顔面偏差値の高さが自慢。今年は特に多くの女の子が入部してくれて、その勢いは止まりません。そして、顔面強者代表飯田くん、ありがとう。君のおかげで今年も盛り上がっています。ということで、24代目としてお届けする今年の演舞いただきは、激しい踊り、美しい衣装、そして心を揺さぶる音色で皆さんを魅了します。さあ、学生ステージで24代目理科大相談部が皆さんの心を美味しくいただきます。今回 MC を務めさせていただくのは、好きなアスリートはテディ・リネール・カズマと、超えてはいけない一線を大股で超えてしまうヒロムです。踊り子一同精一杯演舞させていただくので、お手拍子、お足拍子、お恥ずかしい方はお心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。行くぞ理科大、若き血を踊る。望むはいただき、新種果敢に、いざ。大学受験より幾千幾万の時が流れ、人々は単位を求めていた。ここはまさに東京理科大。一番の魅力はそれではない。